神高は日本海軍の航空母艦。軍海神高は日本海軍の航空母艦。神高の前身は第二次世界大戦勃発によりドイツに戻れず兵庫県神戸港に係留されていたドイツの客船シャルンホルストである。1942年6月上旬のミッドウェー海戦で主力空母4隻を喪失した日本海軍はシャルンホルストを買収。 呉海軍交渉で軽空母へ改造する。建造中止になった大和型戦艦4番艦111号艦より資材を流用。客船から空母への改造には約1年3ヶ月を要した。1943年12月15日に空母として竣航。その際に上高と改名した。1944年中盤に改造完了後、上高は 海上護衛装隊に所属して、輸送船団護衛任務に従事した。非81船団を護衛中の同年11月17日、チェジュ島沖で、アメリカ軍潜水艦のスペードフィッシュの魚雷攻撃を受け、沈没した。新高の護彙は、神の高という意味。この艦名について、神高の改造に携わった、福井静は、元の艦名や歌唱艦名、 0 4番艦に関連があるのではと推測する。他に候補艦名として非早ブサがあった。艦型は大高型航空母艦。太平洋戦争中期、日本に取り残されていたドイツの客船シャルンホルストを日本海軍が購入し、空母に改造した軍艦である。上高はドイツ製機関部の取り扱いが難しく、最終的に日本式のボイラーに交換。 また空母としては小型、低速であり、さらに日本海軍は空母用型パルトを開発できなかったため、神高がアメリカ海軍の軽空母や護衛空母のように最前線に投入されることはなかった。講師成績は以下の通り、写真は九百三十五年に撮影された、貨客船、シャルンホルスト。ドイツの大手海運会社である北、ドイツロイド機船の貨客船として、 ブレーメンのデシマグ社にて建造された。1930年初頭、NDL 社は大西洋航路に大型客船2隻を投入し、好評を得てたが、太平洋航路では他社との競争が激化し、特に日本優先は1万トン休暇客船を収益させていた。NDL 社はブレーメン号で得た経験をもとに熱帯海域を通過して、 長距離航海を行う大型客船3隻の建造計画をまとめる。これが本級3隻である。1933年、NDL 社はデシマークウェーザー造船所に客船2隻、ハンブルクのブロームフォス造船所に1隻の建造契約を結んだ。シャルンホルストの名称は、プロイセン王国軍人、ゲルハルト・ヨハンダービト・フォン・シャルンホルストにちなんで名付けられた。 技術的には電気溶接の大幅な採用と当時最新のアイグ製発電機2機を搭載したターボエレクトリック駆動およびワグナー式高温高圧ボイラーの採用が特徴である。電気推進式はシャルンホルストがドイツ客船として最初の採用となった。船底は二重低構造。2隻はマイヤーだがポツダムは発注時別会社だったためバルバスバウを採用。 艦型に若干の差異がある。バルバスバウは前述の客船ブレーメンで採用されていたが、シャルンホルストはあえてマイヤー型を採用した。機関もシャルンホルストはターボエレクトリック駆動だが、グナイゼノウは蒸気タービンである。1934年12月14日に浸水。ナチスドイツ政権下で誕生した最初の大型客船であったため、浸水式には、 ナチス政権要人が列席した。1935年4月30日に竣工。諸女公開は各国の注目を集め、日本でも大きく報道された。極東航路は1万7000回り。主な寄港地は、ハンブルク、ブレーメン、アントワープ、ロッテルダム、サウザンプトン、地中海沿岸大都市、スエズ運河、コロンボ、マラッカ海峡沿岸港、シンガポール、マニラ、 香港、上海、横浜、神戸。また同年春高の姉妹船2隻も、順次、ブレーメン横浜間の極東定期航路に就航した。シャルンホルストはたびたび、日本に来航した。一方日本郵船は、シャルンホルスト級3隻に対抗する必要に迫られた。欧州航路投入予定の日田丸旧火客船3隻を、日本海軍の援助で建造したが、 この3隻は、有事の際に空母に改造することを前提としている。また、日田丸級の用目と性能は、シャルンホルストに告示していた。後に、日田丸級3隻は大高型航空母艦に改造され、カスガ丸が空母大高、ヤワタ丸が空母運用、日田丸が空母沖高となった。同様の経緯で、カシハラ丸級下客船2隻は、 巡洋型航空母艦2隻に改造され、いずれも1942年中に収益した。アルゼンチナ丸9カ客船2隻のうち、ブラジルガンは、米潜水艦に撃沈され、アルゼンチナ丸のみ空母艦高となった。1939年8月16日、シャルンホールストは、神戸港を出港、8月28日にマニラに寄港した後、シンガポールへ向かっていた時に、 ドイツからの暗号無伝を受け、再びマニラ機頭。9月1日に神戸港へ戻る。本船は第二次世界大戦勃発により、ドイツへ帰れなくなり、そのまま神戸港で経流された。浅間丸事件のように、イギリス海軍に打破される危険があったためという。乗組員、乗客は、当時まだ国交があった、ソ連のシベリア鉄道を経由して、ドイツに帰国した。 その後、シャルンホルストは、約3年間も神戸港に渓流放置された。空母かシャルンホルストが、日本海軍に譲渡された、正確な時期は不明である。1942年春、ドイツ大使館は、日本側に、シャルンホルストの譲渡を申し入れた。4月30日、クレ・チンジュフ戦時日誌に、シャルンホルストが徴用されていたことを示す記載がある。 同年6月5日のミッドウェイ海戦で日本海軍は正規空母4隻を喪失した。日本側は赤木の大官として空母グラーフ・ツェッペリンを希望したが極東への開港は不可能とドイツ側に拒否された。ドイツがグラーフ・ツェッペリンの代替として指定したのが神戸港に係留されていたシャルンホルストであった。日本政府の中日ドイツ大使館との交渉によって ドイツからシャルンホルストの売却の約束を取り付ける。福井静雄はシャルンホルストの空母改造はドイツ側に実物見本を示すことにあったと回想している。また日本海軍はドイツ本国に残された高速化客船の空母改造を要望し日本に開港してくれれば日本海軍の手で空母に改造すると提案している。 ドイツ側でもこれら商船の空母改造は検討されていたがグラーフツェッペリーを含め一隻も空母として収益することはなかった6月12日シャルンホルストはクレ軍港に到着した6月30日日本海軍は昭和18年度において本艦以下5隻の空母改造を決定7月1日シャルンホルストの接受及び保管の命令が出される 9月から、呉海軍交渉で空母への改造工事が始まった。歌唱、1004号艦。同時期、呉海軍交渉では、沖鷹の空母改造と、戦艦伊勢の航空戦艦改造を行っていた。シャルンホルストにも、大和型戦艦4番艦111号艦の資材が流用された。福井静雄は、神鷹の上部構造は、還元すれば、 第111号艦の化身とも言えると改装している。また、シャルンホルスト級とニッタ丸級下客船は艦型が酷似しているため、改造容量はほぼ同じだった。ただし、詳細な構造図面がドイツ本国にあったことから、クレ海軍交渉の現場努力で図面を作成している。環境は飛行艦板最前部下部に設けられ、フラットタイプ型の空母となった。 これは、空母流上や随宝型航空母艦と同様で、日本海軍庫型空母の共通構造である。上高の排水量は運流型航空母艦に匹敵し、船体の大きさから格納庫上下に総設置も十分可能だった。だが、資材を節約し、建造期間を縮めるため、大高型と同様に格納庫一層となった。 神高は、日田丸級より若干大型であるため、搭載機数及び飛行甲板幅も、幾分大きい。陸揚げされた、客船時の偽装品は、呉海軍交渉関係者の宿泊時に用いられた。だが、神高は試験運転の際から、機関系統のトラブルが続出していた。1943年10月上旬から試験を開始。故障と修理を繰り返し、 11月1日に全力講美を実施。12月8日に終末運転講美を行い。12月15日、シャルンホルストの空母への改造が完了。日本海軍は正式にシャルンホルストを神高と命名。大高型航空母艦に類別した。神高の試運転で的確な指導を行っていた石井芸に大佐も神高艦長に任命される。 医師委大佐は、空母、法省や赤木副長を経て、春日丸偽装委員長、柏原丸偽装委員長、沖田高偽装委員長等を歴任。客船改造空母の偽装委員長を次々に担当し、総監に熟達していた。同日府で、上高偽装委員事務所も撤去された。春行した上高は、舞鶴陳寿府所属となり、警備官に指定される。 12月15日の竣工と同時に、神高はクレチンジュフ部隊に編入される。12月20日府でクレチン部隊から除かれ、海上護衛装司令部部隊に編入される。12月24日から30日まで、陰シ島選挙に入居、31日にクレに開港された。海軍に引き渡されたものの、審議会は実用に耐えない神高の帰還感想を決定することとなる。 結局、主艦のワグナーボイラーを日本海軍のボイラーに切り替えるという再改修工事を行った。航海軍交渉にあった実験用大型艦艦2機を流用することになり、飛行艦板、格納庫艦板等を切り開いて機関部を入れ替えた。この工事に約3ヶ月を要し、1944年3月に使用可能となった。舞鶴海軍交渉では、 神高の機関部の予備品を準備していたが、無駄になったという。福井静夫は、還元すれば、我々は、明宝ドイツの技術の優秀さに到底ついて、いけなかったとも言える。と回想している。ただし、ワグナー艦を搭載したドイツ駆逐艦は、頻繁に故障を起こしており、このボイラーそのものが欠陥を抱えていた可能性も、指摘される。また、 アメリカ海軍の艦艇で広く採用されていた電気推進の機関も日本海軍では神高以外に水上規模艦心意しか実績がなく機関化は戸惑うことになった。シャルンホルスト時代は最大発揮速力は約23ノット可能だったが、上述のように日本式ボイラーへの乾燥、飛行乾板や武装の設置による復元性の悪化から両原にバルジを設けた結果、 重量と水中抵抗の増大により、速力も21から22ノットに低下した。合成風力の低下により新型の天山艦上、攻撃機、水性艦上爆撃機の発艦は不可能となり、旧式の97式艦上攻撃機、99式艦上爆撃機を使用することになった。飛行機搭載数は常用27機、補い用。 記録の合計三十三機で、大高型五隻の中では、最も多かった。上高が春行する、約一ヶ月前の九百四十三年十一月十五日、日本海軍は、海上交通保護及び対戦相当を主任務とする、海上護衛総司令部を設置した。主要職員は、司令長官、大川小四郎海軍大将、参謀長、島本九五郎少将、 主席参謀、後藤光太郎大佐、作戦参謀、大井厚中佐等。海上護衛装隊上高春光と同日、日本海軍は、シーレーン防衛飛行隊として、第901海軍航空隊を編成した。また、同日府で、大高型空母3隻は、海上護衛装司令部部隊に編入。12月20日府で上高も、海上護衛装司令部部隊に編入された。 1944年1月8日、空母2隻、吹雪型駆逐艦3隻はシンガポールに向け、クレを出発したが、神高の機関故障により、再起死に加迫した。神高は、クレに開港され、シンガポールには3隻のみが向かった。連合艦隊は、神高と護衛2隻に輸送任務を命じた。1月19日、神高は、徳山沖で試運転を行うが、 21日に、クレイ開港された。結局、薄雲と玉波も別任務に投入されている。2月1日、護衛空母の飛行機体の訓練、整備を担当する部隊として、第931海軍航空隊が編成された。2月11日、神高の修理工事完了。3月以降、修理。 訓練を終えた大高型空母各艦は、順次南西方面航路の護衛に投入された。3月25日、号練習戦隊に所属していた、カトリ型練習巡洋艦2隻より、カシーが、海上護衛装司令部部隊に編入された。上高は6月29日に、第931海軍航空隊の97、艦航14機を搭載。セット内海で、 着艦訓練を実施。7月6日府で第1海上護衛司令官の作戦指揮下に入った。その後、上高はシンガポール航路の石油船団である非船団の護衛に従事した。最初の護衛航海は1944年7月14日に文字出航の日69船団だった。同行する空母3隻の打ち対戦将害機を搭載していたのは 神高のみである。機関は練習順洋艦化し、護衛部隊は6隻。7月18日、第17号解剖艦が、米潜水艦、タイルフィッシュの来撃で中破。同艦は高雄市に開港された。他に、被害はなく、20日間にらぎ。ここで輸送用航空機を陸揚げした大高と海高は、被69船団から分離。被69戦団は、 解剖艦2隻を加えて25日出航、31日にシンガポールへ到着した。公開中の7月16日午後、神高の搭載機が敵潜水艦を発見し、護衛艦と共同撃沈したとの報告があるが、対応する米潜水艦はいない。8月2日、南西方面艦隊は損傷修理のため内地に帰島させる。 予定の軽巡洋艦北上を非70戦団に同行させたいと申し入れた。第5護衛戦団司令官は台湾海峡を通過すると通告する。そこで加瀬三郎北上艦長は同艦を非70戦団に途中合流させる旨を報告した。8月4日、非70戦団は護衛艦とタンカー8隻でシンガポールを出発。途中でマニラから来た軽巡北条が 戦団に加わる。8月12日、非70戦団の解剖艦2隻と神高の搭載機が、米戦水艦撃沈を報告しているが、対応する艦は存在しなかった。佐渡は、非70戦団から分離後、真高市で非71戦団に合流した。8月15日、神高いか非70戦団は、文字へ戻った。神高は、ク北上は、佐世保へ、 下月は横須賀へ、それぞれ開港された。8月18日、非71戦団を護衛していた空母タカがアメリカの潜水艦の乱撃により撃沈された。神カとカシーが呉海軍交渉で修理、整備中の8月20日、日本海軍は旧第三水雷戦隊の戦力を機関として、対戦相当を主任務とする第31戦隊を編成。 連合艦隊に編入した。従来の第三水雷戦隊司令部はサイパン島の戦いで全滅していたのである。整備を終えた神高も第十一戦隊と行動を共にする。9月上旬、神高の整備は終了。神高は第八護衛戦団司令官佐藤務少将を指揮官とする非十五戦団に加わる。編成は護衛部隊。 加入船舶からなった。9月8日、七75船団はシンガポールを目指して日本本土を出撃した。9月11日午前9時、駆逐艦遊月と神高島斎季がアメリカの潜水艦撃沈を報告したが、大王艦はなかった。また神高島斎季が着艦に失敗して海中に転落、搭乗員は三宅に救助された。九月十二日夕刻に、 ア間丸は台湾キールン市へ向かい、残る日75戦団は9月13日に高尾市へ到着した。9月14日、護衛艦3隻と輸送船3隻を加えて出港する。9月17日、水上規模艦秋津島と特設寿命艦最高丸 30× 司令、沢村政治大佐指揮下の第3地区隊は、日75戦団から分離して、 フィリピンマニラ港へ向かうが、この後、最高丸は、米潜水艦に撃沈され、秋津島は、コロン島で空襲を受け撃沈された。9月22日、非75戦団はシンガポールに到着。シンガポール停泊中、神高東西の97式艦上攻撃機は、マラッカ海峡やペナン沖で、対戦相当作戦を実施したが、戦果はなかった。 続いて、神高は、シンガポール初の非76戦団を護衛する。護衛艦、加入船舶。10月2日、非76戦団はシンガポールを出撃。途中、元特設水蒸気母艦訓側丸が、アメリカの潜水艦ベックルーナの来撃で損傷した。沖縄空襲や、台湾沖航空船を避けるため10月11日より、三河港に、飛体、待機。 15日に出発するが、アメリカ軍機動部隊のフィリピン空襲を受けて、海南島に引き返した。10月18日、改めて海南島を出港。一部部隊等は、リンガ白地に在泊していた第一遊撃部隊の命令により、戦団から分離、参加港に留められた。タンカー2隻は、レーテワニへ向かう、第一遊撃部隊や第二遊撃部隊に、 燃料補給を実施した。10月22日、台湾海峡南岸で B-24 爆撃機の直接を受け上高は、船団から分離して先行。残る船団、三角北丸、新東方丸、黒潮丸等は、マコウ氏に退避した。24日6連を経て25日、再起死に到着した。搭載14機のうち、航海中に3機を喪失している。 神高は10月26日から11月6日まで、呉海軍交渉で修理を実施した。1944年11月中旬、神高は、マニラ行きの軍隊輸送船と、シンガポール行きのタンカーで編成された日81、船団の護衛任務に従事する。船団指揮官は、第8護衛船団司令官、佐藤勤少将。日81船団は、護衛官邸。 加入船によって編成されていた。当時の上高の折組員定員は948名で、便乗者推定約1200名が上艦した。日本軍は、野門藩事件で関東した第23師団に大きな期待を寄せており、マニラ到着後は直ちに、レーテト地上船に投入予定であった。1944年11月13日、非81戦団は、 文字を出撃した。上高は、戦団最高尾につき、駆逐艦下詞が名声についた。大谷津市によれば、石井少将は、領艦のあだを打ちに行くと意気込んでいったという。九州の伊万里湾から、東、シナ海を横断し、中国東岸の朝鮮列島の経由で、マニラシンガポール方面へ向かった。ところが、津島海峡付近で、アメリカ軍の潜水艦軍に完全に探知。 されてしまった。11月15日、五島列島西の海上で、陸軍特殊船秋津丸が、アメリカの潜水艦、クイーンフィッシュの来撃で撃沈された。沈没地点北緯33度17分統計128度11分、北緯33.283度統計128.183度、33.283、128.183、 戦死者2300名以上。このため戦団は危険を感じ途中で進路を変え、巨彩島やチェジュ島の島陰に被迫しながら、朝鮮列島を目指し航行を続けた。だが、再びアメリカ軍の大型機に遭遇、通報された。上高は広角砲射撃を行うが命中しなかった。11月17日18時12分、陸軍特殊戦マヤヤママルが、 北緯32度17分統計124度45分、北緯32.283度統計124.750度、32.283、124.750地点で、アメリカの潜水艦ピクーダの来撃に合沈没した。戦死者2000名以上に加え、第23師団の司令部要員多数が戦死、師団司令部は、機能を喪失した。当時、 夜間となり神高搭載の97観光は着艦を余儀なくされていた。同日23時、戦乱より神高に右45度、海式国営、県有の連絡があり、神高和歌市に45度、敵潜水艦、らしきもの、未ゆ、相当せ用を発信した。ところが23時5分、アメリカのバラオ級潜水艦のスペードフィッシュが発射した。 魚雷6本のうち4本が神高の上に命中した。この魚雷の爆発によって航空機用燃料層が爆発、大量のガソリンの爆発により大火災が発生。日雷から約10分後、神高の石井艦長は総員退去を命令した。大幹命令発令から約20分後、神高は完備から沈没した。 沈没地点記録北緯32度59分統計123度18分、北緯32.983度統計123.300度、32.98323.300。もしくは、北緯33度02分統計123度38分、北緯33.033度統計123.633度、 33.03323.633。神 33. 33鷹の生存者は61名。戦死認定は、石井少々以下1165名であった。秋津丸、マヤ山丸、神鷹の沈没により、第23師団は、フィリピン地上戦投入前に大損害を受け、その後の冷手と地上戦に、多大な影響を与えた。1945年1月10日。 神高は大高型航空母艦、帝国軍艦席席のそれぞれから除席された。ありがとうございます。